こんにちは、サルモン安藤です。こんにちは、サルモントルです。ちょっと見切れてないですか？別に。だって主役を打つ。意外と今期はいろんなプロダクトを紹介できてるっすよ。そうです、できてますね。やる気を出してくれたんですよ、ね。そうですね。あ、そう。もう後ろ見て分かるように。今日のお題は。今日のお題は。ダンスホールシリーズ何が違うのです。お、ちょっとひねったね。そうですね、はい、ダンスホール徹底解析ですよ。徹底解析ね、はいはい、ダンスホールノーマルね、で、はい、ダンスホールプロ、はい、プロでダンスホールグロムになりますと、はい、で、まあダンスホールは比較的にサロモンの中でも結構認知されできたかな。おかげさまでと言いますか。そうですね、まあ、僕らもプッシュしてるのは僕は特にプッシュしてるのもありますけど、まあ、あなた一人プッシュしてるそうですね、まあ、っていうのは冗談で、はい、まあ見た目ね結構いろんなブランドでも出してるファットショート系なのかなと。多いですね。そうですね。でも基本的にはジャストサイズで乗ってもらってもいいよっていう、またね他社さんとはコンセプトの違う、うん、そうですよね、テーパードセットバックディレクショナル、ディレクショナルツイン、はい、セットバックゼロのね、はい、そうそうそう、ボードですと。そうですね、はい、うん、で、構造は、コンストラクションロックアウトキャンバーですね。そうですね、はい、そう、ど真ん中に乗ってて自分がいいところで踏むとノーズテールがブイって上がってくれて。そうですね、そう、うん、こう結構太いボードなんですけど、うん、取り回しもしやすくて、まあ、それのおかげという意味ですよね。そうそうそう、はい、パウダーでも浮力が出て、はい、フリースタイルでもフリーライドでも、うん、楽しめる遊べるボードなんですよ。そうです、そうそうそう。でライダーはね、まあイメージどうですか。ダンソール乗ってるライダー。あ、ライダーね、ライダー、ね、僕の中でそのダンソールっていうイメージが強いのは、はい、神宮寺書いてます。ああ、まあそうですね。でもね、はい、神宮寺はもうね、はい、ほぼダンスホールプロだよね。そう。あ、そうか。最初はこっち乗ってたんだけど。あ、そうそうそう。途中からそうだ。もっぱらダンスホールプロですね。あ、まあ、彼ぐらいのあのライディングするのやっぱ。まあまあ。結構ね、うん、ゴービッグオアゴーフェスタル系だから。そうだね。そうなんですね。そうそう。あと松井勝志なんかもすごい気に入ってるし、うん、そう。まああとはね。結構関西ではもうダンスホールと言ったらっていうライダーで言うと西村大好き。まあ大ちゃん、ね、そう、そう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 、ね、まあもともとねハックナイフ乗ってたんだけど、うもうもっぱらダンスホールで、冬っていうかまあこの間の冬ね、うん、浜田海人ですよ。あ、海人もそうです。そう、あ、そう、ちょっと遊べるボードにも乗りたい。普段はハックナイフプロだよね。そのイメージが強いですね。乗ってる、まあもちろんコンペティターですから。でもやっぱりあいつはテクニカルというかいろんな遊びができる器用なライダーじゃないですか。はい、遊べるボード欲しいんだけどということで、じゃあダンスホール、ね、そうそうそう、5人乗ってるんですけど、でね、もう一個言いたいんですけど、これダンスホールって、うん、カーボンとかそういった補強材はあるんですか。あのね、入ってますけど、うん、カーボンではないです。あ、そうなの。うん、だから、ゴーストバサルトね、バサルトストリングが入ってます。ああ、なるほどね。じゃああれだ、ノーズテール2本こうやってビューっとバサルト、バサルトですね、ストリング、はい、バサルトだから玄武岩っていう鉱石を繊維状にしてカーボンの性質を出したものなんですよ。あです、ね、はいはいはい、あ、なるほどね。じゃあそういった高速安定性反発を出すためにそういったバサルトストリンガーが、まあ、ある程度のそうですね、はい、あの反発というか安定性を出すために、はいはい、まあ、言ってもそこまで硬い板じゃない、まあそうね、だからこそ高速での安定性を出して、うん、出すためにっていうのもあるのかな。そう、あと太いからノーズとウエストが、うん、太いですね。そう、めちゃめちゃ太いんで、あのそれだけでも安定感はあるんですよ。だからまあミドルフレックスでも太くて、うん、バサルトカーボンが入ってるから高速での安定性、はい、
ていうのが出ますね。ありますね。遊べるけど安定するから信頼できるみたいな、うん、そうですね、はい、そう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 、はい、っていうのがダンスホール、ノーマルダンスホール、ね、そう本当の意味でのマルチプレイヤーなんかオールマイティーな、ね、そう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 、ね、何でもどうぞみたいな、うんうん、しっかり楽しみたい人にはこのダンスホールは結構おすすめだなって、うん、おすすめですね。でサイズが出て、ね、139が加わったわけですよ、はい、139、143、147、152で去年154が入ってるでしょ、入ってるで157っていうサイズバリエーションもね出して出てるんで、こう女性もぜひ乗ってほしい、まあ、短いサイズで全部あるからね、そう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 、うん、でさらにグロムがあるから、そうですね、130、あもっと短いのもある、ね、5、125っていう形で、はい、グロム全然小さい背の小さい女性の方全然乗ってもいいですからね、乗れますね、はい、でソールはシンタードでしょ、シンタードでしょ、はい、グロムだとエクストルードになっちゃう、いやグロムもシンタード、あシンタードです、シンタードです、めちゃめちゃいいですね、はい、ってなると125から157までっていうすごい幅広いサイズ、そうロングレンジです、はい、そう家族でダンスオールって人もいますよ、いますね、そう、はい、でこれですよ長径 ね、ダンスホールプロ、プロですね、になります、はい、でもちろん色だけじゃなくて違いは、違いはあります、まあ乗ってもらえば一番わかるんですけど、うん、ありますよね、あります、ね、じゃあまず行きましょうか、うんうん、ゴーストバサルト、バサルト、バサルトはもちろん入ってる、これはゴーストバサルトは入ってます、はい、入ってますね、そこは変わんないんだ、はい、同じですねそこは、はい、それだけ、いやじゃない、あ違う、こっちはこっちにはないものが入ってます、うん、言ってください、そうするとこっちには入ってない、さっき言ってたカーボン、あカーボン、バサルトに入ってくる、どうやって入ってるんですか、ゴーストまず、カーボンはゴーストカーボンビームね、ここにこういう風な感じで、はいはいはい、あとテールがノーズテール、分かった、はい、まあここら辺に多分ね図が出るんですけど、出ますね、あじゃあさらにノーズテールの反発と安定性、そうさらに張りを持たすためにっていう、なるほどね、他にはただただそれだけでは終わらないのが、はい、まあやっぱりプロっていうところで、はい、まあ、さらにはサイドウォールにガンスリンガーサイドウォールっていう、ちょっと板取ってください、はいはいはい、なるほどね、サイドウォールに見えるか、これはそうね、そう、はい、真ん中の黒いのがカーボンですね、普通 ABS 樹脂なんですけど、その真ん中にね黒い線あるじゃないですか、カーボン入ってます、ね、これノーズからずっと入ってます、テールにかけて1本両サイドに、はいはい、カーボンが入ってる、入ってますってなるとまあまあ硬いっすよね、ここにも入ってるしここにも入ってるから、理論的にいけば結構な針が出せるんですね、本当だね、うん、だけどまあ乗るとそこまでなんかそこまで、ね、あまあまあ確かに感じないのはありますけど、まあでも実際やっぱり硬いって感じです、うん、まあダンスホールで十分っちゃ十分なんだけど、それだとちょっと甘いなとかちょっと物足りないなって人は結構これバチンってハマる、やっぱりめちゃめちゃ踏む人とかだから、さっきライダーレベルになると、まあ、こっちはいいってなりますよね、まあそうですよね、はい、なるほどね、あ、はい、じゃああとソールが違うのか、あそうですね、ノーマルと、プロのソール、ですね、こっちの方が、エリア51、なるほど、ベースですね、あでもあれでしょ、だからミックスソールでしょ、サスティナブルな、いやサスティナブルじゃない、あ違うの、ミックスソールじゃない、ミックスソールじゃない、ノーマルです、本当だ、あとね見ましょう、まあ、この板のコンセプトはそういうサスティナブルではないからね、なるほどね、はい、あまあ、エリア51ってクロス、見えると思いますけど、なんか光のあれで見えると、ね、爪で擦ると音が聞こえるぐらい深めのストラクチャー、はい、速い、早くスピード出せるようなストラクチャー、そうだね、だからね、はい、こんだけ深いストラクチャー入ってるとやっぱりパウダーで抵抗になったりっていうのがあるんですよ、うん、意見として、はい、ただ、まあ、こいつはどちらかというともうこう春先のね湿雪でも、あ湿雪はもうマジで速いですね、うん、はい、湿雪でもボコボコのねザクザクのバーンでもバシーンと駆け抜けてくれる、そうです、ちょっとだから、ノーマルダンスホールにプラスして
うん、結構スピード重視性の速いです特性が含まれているのがこのダンスホールプロ、うん、やっぱり予習しただけあるんですね。予習した。まあ、あと、やっぱ僕もやっぱり よく乗るんで、そのプロじゃないもんね、はい、ノーマルね、まあ、結構頭には入ってね。でこれで、ね、プロってなるとそれにプラスしていくからね。めちゃめちゃさっき見てたけどね、カタログどころかパソコンのデータしごめんね、カッコつけさせないよこのチャンネルでは。はいはい。だから当然3本とも値段が違うわけだ。あ、もう値段はね、値段は分かってないですよね。あ、じゃあノーマルからいこう。ノーマル、ノーマルがね、8万2000円。8万2000円税抜き、税込みだと8万あ9万か9万200円か9万200円かそうだ、今日9万200円です。まあまあするっすね。まあまあそうですね、このご時世のね。まあでもそのぐらいのパフォーマンスはある、まあ、あるんですけど、まあやっぱりちょっと上の価格帯にはなってますね。まあまあ真ん中より上のね、はい、でプロ、プロいきましょうか。ダンソール、はい、ソールプロは、9万4000税抜き、あ、そう、税抜き9万4000。じゃあ税込みだと10万超えてくるから、10万3400円、はいです。お、10万超えてくるプロは、まあプロですからね。あ、まあ、やっぱノーマルと比べて1万円ちょいの差が、まあでも使ってる素材と加工を考えたら、そうそうそう、カーボンが入っ、ね、ここにも入ってるし、ここにも入ってるし、あとソールの ね加工もね、やっぱそれにこっちよりもあるんで。なるほど、まあ1万円ぐらいの差ですよ。1万ちょいぐらいです、はい。で、ね、じゃあグロムは、グロムはこれがまた、価格的にはグッと抑えて、ね、うん、4万5000円。お、安い。あ、これ税、抜きね。あ、じゃあ4万9500円、はい、です。あ、5万円ギリ切るよみたいな。まあ、やっぱりグロムの分、短い分、やっぱりそれだけちょっと。まあまあ、それ、うん、それって T シャツの僕 L サイズ、XL サイズで言ってるようなもんっすよ。はい。あとはまあカーボン、バサルトか。バサルトも入ってないですからね。はい、あとはね、キッズにやっぱりスノーボードをより楽しんでほしいっていう意味でも、うん、プライスはコントロールして、あの、だいたいジュニア系は抑えるようにしてます ね。それサロモンのね、まあまあどこのブランドもそうか、親のそうだと思いますけど、ただシンタードソールだから、うん、結構めちゃめちゃいいっすよ、うん、キッズだけじゃなくて125とか135乗れる大人の背の小さい方はかなりお得になるんじゃないですか。値段的にはお得ですよね。ね、はい、そう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 、はい、なるほど。まあコストパフォーマンスで部分とで考えるとちょっと高めの、ね、サロモンの中でも高めのボードにはなるんですけど、すね、はい、ね、このコンセプトはなかなかないと思うんで、はい、まあ、自信を持ってこう、ね、そう、自信を持ってってやつです、はい、トールさんおすすめの、はい、だいぶおすすめです。ちなみに僕だと52なんですよ。170センチ前後の人と52選ぶ人が多いです、はいはい、そうですね。でもトールさんだと54です。あ、54なの。でも54の方が結果トータル的にはいいでしょ。すごくいいです。57だとね、ちょっとトールさんでも太く感じちゃうんじゃない。めちゃくちゃ太いですそうそう、めちゃくちゃ長く感じるですそんなの出すなよだからフリーライドとか飛び系、はい、で安定感が欲しいっていう人は、うん、ちょっと長くしてもらって、うん、そうですね、っていう選び方もできるよ。ただね、言えることが短すぎなくていいと思うので、うん、まあそれだけは。ファットショートっぽいんだけど、うん、そういった要素もあるけど、うん、ファットショートではないよっていうのがダンソーです、はいはい、だからパークからもうパウダーまで、はい、もう存分に楽しんでほしいですね、うん、はい、あ、でちなみにこのノーマルのソール見せてください。ノーマルソールですね、はい、よいしょ、はい、めちゃめちゃ黄色、しかもちょっと色出てるのか分かんないですけど、蛍光ですよね。あ、そうですね、はい、でストラクチャーは入ってる、だから目立つわけですよ、まあ、めちゃめちゃ。だからね、撮影しててダンスホールでターンするじゃん、拡大すると雪面が黄色くなってる。あ、黄色い、反射するからね。そう、めちゃめちゃ目立ちます、ね、だからお子さんに乗ってて乗しててもあの迷子防止にもつながるからみたいなそういったメリットもデザインから偶然に生まれました、ね、偶然に生まれたはい、そう、はい、ですっていうようなです。ダンスホールシリーズの、そうですね、徹底解析、うん、ね、うん、っていう感じです。
はい、はい、意外とスムースに喋れましたね。そうですね、今日は、まあ、だから言えることは予習したら大丈夫ですか？ちょっとね、はい、危ない危ない危ないです。はい、はいはい、ちゃんとやればいいじゃん。はい、せーの、はい、直してましたっていう、はい、だから言えることは予習した方がいいってことですね。まあそりゃそうだね。打ち合わせなし。それはそうだね。打ち合わせなしだともう何が出てくるのかわからないから。そうなの、はい、段取り僕が組むからいつもただ立って座ってるだけで。はい。まあそうですけど。僕への負担を解消してください。じゃあ、はい、そうしましょうか。